こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ミンゴル始めていきましょう。プレゼントを受け取ったところで、今回のお知らせか。ミンゴル祭り、この辺はみんなガチャだよな。ミンゴルポイントラインとなんとながある。どれやの更新だか、大きな更新がないな。これやるほかないのか。ランクマッチとランキングトーナメントやればいい。左かな。逆にオーバーか。悪くはないが、後で打つ方が絶対有利だよな。いける？どうだろう。相手の方が残り距離は多い。問題パターン、はい、正確だな。惜しい。あーダメだ、こちらも残り距離が残ってしまった。よっと。まあ当然相手も入れてくるからな。どうだ、勝ちました。挑戦者が受けて立つ。よし。いける。その残りがある。まあでもそうするしかないだろうな。足りないんじゃないの。3で行くしかないな。ダメだ。ん？お、相手ギャンブル入れた。どうなんだ。ダメだが残り距離は短い。しかし視界がちょっと遮られる。当たらないと思う。ギリギリかすめていくはず。まだちょっと距離が残っている。さあこれはきついです。お、見分かした、相手は。このポイントのロスは痛いかもな。あ、しかし、寄せ方はうまいな。お、2人になってんだ。
どうでしょう。悪くはないが、ポイントも稼いだ。相手が1200なんで、それ OK。 これ入れればまあ文句なし。入らなくても多分勝てる。思ったより曲がってしまうよな。さあ入らないと負けです。よっと、はいよ、勝ちました。ポイント差での勝利なら、スコア戦の勝利じゃない。なんかもらえましたね。能力ポボールピッカー1。イベントポイントは一気に増えていきます。イベントやらなきゃ損ですね。サイドスピンボール5がゲット。みんなね、ゴルフがランプワンなんだ。足りない。1m。かい。くるくるパッド入りました。よっと。ロータリーサウンドさんが入ったんで、これ終わりですね。これ順位でポイント決まるのか、それとも単純に一回刻んでいきたいね。どうだ、カラーか。こっちからギャンブル行く手もあるんだ。ツーオンできれば。お、やった、ツーオンだ。ナイス。しかも悪くない位置。だからな、リスクが大きいな、やっぱり。バディ、オッケー、オッケーです。あとこのメレキさんが入れば終わりです。入りましたね。
ベストインパクトをいただいた。ラストは一押しか。どこまで緩めにすればいいの？うわ、すごいな、この景色。美しすぎる。近づいてきた。3.5メートル。海は結構素直ですね。なのでこのぐらいかな。あー、ちょっと左だ。来ました。ミネキさんが残り2ヤードなんで終わりが近いでしょう。入りましたね。おっとと、結果6位。これってどうなんだろう。どっちにしてもありがとうございます。1万ポイント稼いだが、報酬としては424に相当する。あ、でもバントナーの方が稼げる。バントナーをとにかく先にやろう。さすがに左すぎる。 OB 食いの中。なんで曲がらなかったんだ今。全然曲がってないよな。なんだこれ。癖がある。止まった。もう全部 10m ありますからね。一気に早い弾道で、あ、入った、まあ、ボギーですけどね。うんちかさんが3入るんでこれで終わりです。なんで木にぶつかったの？本当についてない。すぎる。おっと、おし、あ、入った。おっと。時間かかりそう。みんな。さあ、残り3人。
ミスター0363が入れば終わりですね。ミスター0363どうしたんだろう。動きはない。ミスター0363も入りまして終了です。最終ホール、打ち下ろし。どうよ、止まれ止まれ。 2.7m。 OK、 最後はバーディー。 OK、 終わりですね。おっとと、まあ7位。ありがとうございます。コインはあまりいただけなかった。これがあのラントナーラストです。弾道低めでいくといいのかもね。なんでなんで。ちょっと待って、見えないけどこれちゃんと入るようになってるよな。当たっちゃうしOB だし、ちょっと、ひどい。なんで低い弾道であえていくしかないな。え、なんでこの時に曲がったんだ。意味がない。そうそう、全然曲がらないし。なんだ。一旦番手下げてみよう。あー、なんだろう、なんだそれ。追い出された。そこのコース謎ですね。ランクもやりましょうか。よし、え、なにこれ、上に上がるんだ。番手を一つ上げて
とこれは行き過ぎか。上がってるように見えて意外と上がってない。この時後攻めは得です。低いに狙うしかないもんな。どう？欲しい。はい。パーはここだが。よった。あ、負けですね。はい。キャーレベル上がった。何ももらえませんでした。これもやってみよう。距離特化したタイプだな。よっ。かい。1.5メートル。優位運んだ。これはどうなんだろう。オーバー気味？それともあえて上げていったんだろう。あーすごいな。あでもないか。あ入ります。あ普通に行けば入るでしょこれは。 OK です。いろいろ達成しましたね。パワーゴール 5も選んだ。よし。さあ残り2本だ。いけるいける。一打でワンオンを狙います。と足りないか。それともギリギリオン。相手はワンオン可能ですね。ちょっとオーバーかな。左か。これ入りましたね。こちらのちょっとダメだ。 1.7m やばい。それショートですね。これ入らないと絶対負けです。もう平坦なんで信じて入れましょう。バーディー。ほっ。勝ちましたねこれ。あいや勝ってないか。負けた。相手が悪いか。
慎重に行きましょう。よっ、世話はあるからな。いつ行け。ギャンブル入れましたね相手は。あーすごいな、これはすごい。さあアプローチが大事です。ゴルフは普通を思わした。 4.9 メートルは痛い。なにこいつ、アプローチチャレンジってなんだよ。どう、え、あ、もうか、相手の方のプレイヤーですね。どう、あ、入らなかった。有利は有利ですが、あ、ちょっと癖のあるグリーンだこれ。嫌な傾斜ですね。全然足りない。パーはキープ。入ってもこれ1000ポイントしか稼げないんで勝ちです。さあ挑戦者来る？来ない。赤ちょっと、点数持ってるやん。必要数っていうのがあるんだ。え、何？なんで？いや、足りたんじゃないの？さあ、お嬢様ですね相手は。ん、なんだこれ。あ、素直に凱旋門じゃない、凱旋門の脇をかすめるショットをしないといけない。お、よかった、ギリギリフェアウェイだ。印象ですからね。あー、行くか、街を飛び越えて。ラフの中へ、これはきつい。ちょっと上がり目のあれだな。上がり目って言っても与える影響ってそんなにないんですけどね。なので、あら、入らない。何これ。あ、さあ2打目のラフ、印象が悪い。左へ。なんとかオン。よっ、 2.7 メートル。さあまあ緩いのか、ここかなりオーバーしちゃいましたかな。かなりっていうほどじゃないな。はい、はい、来い、クールクレア入れ。オッケー、勝った、やった。相手はパーパットですが、これ入っても勝ち、これは負けです。
ショック。いいですね。あいよ、わからせ。なんか手に入れましたね。パワー&インパクト。挑戦者来ない。25になった。フォア5あるんだ。かあ、はい、でピッカーでそのパワー5を決めてみます。パワー5もたくさんあるんだ。せっ、ここの辺をパワー5で。これでパワーも上がりましたね。 A プラスになった。ノートボールを壊す。あー、そういうことか。パットボール、スピンボール、サイドスピン、パットコントロール。あら、これでも入れとこう。パットコントローラー3が最高だったよな。パットインパクトも、うん、だから現状これがベスト回かな。あ、これここではわからん。ボールを作ります。これでパッとパワーボール5が出来上がります。で、他はこんな感じで出来上がって、このパッとインパクトボール2が、パッとコントロールとインパクトがは3が最高なのかな。いや、そんなことないか。とりあえず落としまして、あ、まあ壊してもいいのか。貴重な機会がもったいないですからね。これはパッドインパクト3のパワー1か。これはそのままにしときましょう。インパクトパワーよりは半端だな、これ。インパクトパワー3の1 2の1。これで674まで上がりましたね。でも正直ボールであるパワーはそんなにないな。はい、ということで、ここまでです。これが能力レベル16ランク25となっております。真っ盛りのまま変えてない。ここどうしようかな。別の、
あれがあればな、脱退も考えたいけどな。はい、ということで、ニンゴル遊んでいきました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いします。そしてそうですね、ツイッチでも配信しております。ぜひツイッチのリンク、確かチャンネルのところにリンク貼ってあったと思うので、ぜひツイッチにアクセスして、ご視聴お願いいたします。ツイッチのアカウントフォローもお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画の以降でした。